さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日はオークスの展望をしたいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年の1着馬から3着馬ですが、前走条件がかなり限られてくるというのが見てよくわかります。前走掲示板を外した馬で馬券に絡んだのは前走桜花賞組だけ。前走1勝クラスなどの条件戦組は一頭も馬券に絡んできていません。またスイートピーステークス組は一昨年のカレンブーケドールが平成始まって以降で初めて馬券に絡んできました。またフローラステークス組はビッシュ以外は全頭前走が馬券圏内。忘れな草賞組は勝ち馬しか馬券に絡めないなど、かなり条件が限られた中でしか馬券に絡めないという傾向が続いています。前走フローラステークスで馬券圏内を逃したウィン・アグライアにパープルレディ、一勝クラスからここに来るスルーセブンシーズにニーナドレス、ハギノピリナにミヤビハイディにとっては厳しいデータとなりました。そして厳しい条件は育成までにも影を落としています。こちらが過去10年の1着馬から3着馬の生産牧場、そして血統なんですけれども、車台系の牧場出身の馬以外を探すのが大変という状況です。昨年はかなりの例外で上位3頭が全て車台系以外の牧場出身馬でしたが、ほとんどがノーザンファームか車台系列の牧場の馬たちです。それもそのはず、車台グループの管理馬たちは芝のマイルから2400m 線を制するために育てられた馬が大多数で、クラシックにピークが来るように育成をされています。今年も登録馬の半分弱は車台系の牧場の出身馬ですし、上位人気はソダシに赤い鳥の娘ファインルージュと揃って車台グループの生産馬がいますが、どれだけそこに他の生産馬が食い込んでこれるのかというところを注目したいところです。そして次に気になるデータなんですが、乗り換わりの有無によって成績が大きく分かれています。こちらが乗り換わりのデータなんですけれども、唯一勝ったのは非常停止中の岩田騎手の代打を川田騎手が見事にやり遂げたジェンティルドーナの一度切り、あとは全て前走と同じ騎手でもって優勝を遂げています。解任期で唯一優勝した名将マンボも当時の武幸一郎騎手が継続して騎乗したものでした。今回上位人気では赤い鳥の娘がルメール騎手に乗り換わりますが、その点は気になるところです。その他ではクールキャットやアールドビーブル、ステラリアと上位勢でも今年は乗り換わりが多いですので、その点乗り換わりがないソダシやユーバーレーベン、ファインルージュにとってはかなり助かるようなデータとなっています。そして客室別の成績ですが、逃げ先行馬で勝てたのはなんとソウルスターリングだけということで、先行力だけでは上位には食い込めるんですけれども、勝つとなるとかなり難しく、その反対に切れ味を持っている馬がかなり有利なようです。昨年のデアリングタクトもそうでしたが、ラブゾンリーユーやアーモンドアイ、シンハライトやジェンティルドナなど、とにかく上がり最速の馬がそのまま優勝をもぎ取ることが多いです。しかしながら2着3着に目を移すと、昨年のウィン・マリニーとウィン・マイティ、一昨年のカレン・ブーゲドル、3年前のリリー・ノーブルと成功勢も十分に粘り込んでいますから、逃げ馬だからですとか先行馬だからといって安易に消すのはよろしくなさそうです。とにかくスタミナよりも瞬発力が必須な条件ということは明らかなので、馬券に絡んだ30頭のうち19頭が前走で上がりタイムトップ3に入っているという状況でした。昨年は1着から3着全てが前走上がり1もしくは2ということで、ここは未知数の距離ですから瞬発力勝負となるのは想像すれば分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけれども、ここまでで露骨にデータになってくると、スタミナタイプよりも瞬発力タイプで軸を定めても間違いではないのかもしれません。ちょっと天気が心配なところはありますけれども、前走上がりタイム上位の馬は気をつけておいた方が良さそうです。今年のメンバーからは上位人気でいうと、ソダシも赤い鳥の娘も実は上がりタイム上位ではありませんでした。
高ポジションからレースを進められることにはなるでしょうけれども、果たして上がり勝負となった場合、府中の長い直線で最後まで持ちこたえられるのか、非常に気になるところです。続いては気になる馬をピックアップ。まずは昨年のデアリングタクトに続く無敗の二冠馬になるのか、ソダシについてです。前走は桜花賞のレコードを1秒半、そして小馬のレコードタイムですら0秒7破るというスーパーレコードを叩き出しました。ここに臨むにあたっては追い風になる条件も多くて、ライバルのサトンレイナスはダービーに行っちゃいましたし、東京コースの経験があるというのも不安材料の解消に役立っています。そして何と言っても調教が文句ありません。吉田隼人騎手騎乗なので、もちろんタイムが出るはずなんですけれども、馬なりで販路でもウッドチップでもしまいは11秒台ということで、桜花賞をレコードで走ったとは思えないぐらいの元気の良さでここを駆け抜けています。なんですけれども、まだ週始めの時点なんですが、この馬は本命にはしません。その理由なんですけれども、お分かりの方もいらっしゃいますでしょうが、黒船産駒は2000メートル以上の重賞で21世紀以降一度も勝ったことがありません。それにプラスアルファでデータを見つけてまいりましたので、この続きの部分はメンバーシップの限定動画にてご紹介をさせていただきたいと思います。今回は初めて平日に限定情報を出すことになりそうです。気になる方はどうぞご検討のほどよろしくお願いいたします。続いては5番人気を覆して前走のフローラステークスを制したクールキャットについてです。前走はそれまで課題となっていたスタートが改善されて、不利とされる外枠にもかかわらず、後位から 2000m をきちんと差し切って、あのソングラインに勝った新馬戦以来の白星となりました。大飛びなフォームのため、これまでの中山よりも東京コースを走るのはかなりのプラスになりそうです。長くいい足を使って伸びてきますので、距離延長も奥村調教師曰くプラスなようです。この中間は2週間ちょっとですけれども、放牧を挟んでリフレッシュができました。トレセに戻ってきてからはそこまで本数は積んでいないものの、1周前は加速ラップの好タイムで、コバである両馬も意に介さない鋭い動きを見せてくれています。一方でさっきも述べましたけれども、飛びが大きいということは悪天候になると結構な厄介な話になるところで、土曜までは雨続きというお天気ですので、雨馬場が残ってしまうとこの馬には影響しそうですので、馬場状態によってこの馬の印も大きく変えた方がいいのかなと思っています。最後に最近2年連続で馬券に絡んでいる忘れな草賞を勝ったステラリアについてです。前走は五分のスタートから中段につけて我慢を重ねた分、最後の爆発力に直結しました。勝ち時計の1分58秒フラットというのは過去10年の忘れな草賞では最速のタイム、それも上がりも最速ということで、着車以上に内容の濃いレースだったと思われます。これだけの激走だったので反動はあるかなとも思われましたが、それどころか調教は緩めるどころかペースアップをしています。丹野大成騎手、そして川田騎手を乗せて姉妹11秒台を連発していますので、これだけの時計を出して大丈夫なのかなと思ってたんですが、斉藤調教師曰く調子のいい証拠ですよということで、体調面は問題がなさそう。反対にこれだけハードめな調教をやってもまだ遊びながら走っているということで、心身ともにまだ子供っぽいところはこのままの今後への課題となりそうです。もう一回り大きくなってほしいと斉藤調教師も川田騎手も述べているので、あまり馬体が減るようなら割引ですけれども、現状維持もしくは増えているようならば完全にこれは成長分ですので、評価を高めてもいいのかなと思っています。以上、気になる馬のコーナーでした。今週は水曜日の大一年の予想は火曜日の夜にブログでアップしておりまして、その後水曜木曜と出走馬の前頭分析をブログでお伝えする予定です。それに続いて金曜の夜は土曜日の平安ステークスを予想しまして、日曜日も午前と午後の1レースずつをブログにて予想したいと思っております。先週は新潟メインで万馬券が出ましたので、今週も張り切っていきたいところです。
そして先週はグランアレグリア優勝間違いなしということで単勝をしこたま勝ったチャンネルメンバーシップなんですけれども、7連勝が続いておりますので今週は8連勝をかけて臨みます。今回はソダシを本命にしない理由を動画にしたいと思っていますので、ぜひメンバーシップの方もご検討ください。週末も動画を上げたいと思っております。それでは週末の予想動画でまたお会いしましょう。